おはようございます。フードデリバリーの配達員のおっちゃんです。昨日はですね、ウーバーイーツ、ウーバーオンしましたけども、夜のピークタイムですね、もう8時、夜8時ぐらいからウーバーオンしたんですけど、結局1時間ぐらいならずでですね、で、まあコインランドリーでね、洗濯物乾かしたり、畳んだりなんやしながらやったんで、まあずっとウバオンしてたわけじゃなくて、ウバオンしたり、ウバオフしたりしてですね、まあ配達依頼待ったんですけども、都合どうですかね。1時間半ぐらい無音で、で、ようやく出れたのが夜9時半ぐらいでね、で、まあそこから600円ぐらいの、まあ割と距離も短くてサクッと600円ぐらい取れて、で、そこから、まあ謎にこう出前館のね、500円ぐらい、800円ぐらいだったかな。取れて、まあ、合計1500円稼げなかったぐらいの稼働が、まあ、昨日の稼働ですね。出前館1件、ウーバーイーツ1件、まあ、合わせて1500円稼いでないよっていう状況でしたね。でも、まあ、昨日はその、まあ、朝昼言うと結構用事があって、時間取れなかったんで、まあ、夜のピークタイム後半からですね、深夜にかけて、まあなんとか稼げたらええなと思ってたんですけど、あんまりなりが良くなかったし、もう眠気も来てしまったんで、もう帰って寝てしまいましたね。で、今日なんですけど、まあメンタルの不調で、まあ介護の仕事を休んでて、で、まあその間、まあ、どうやって食べていこうかなっていうこともあって、まあ、会社に内緒でっていう形で、ウーバーイーツのですね、業務委託で配達員の、仕事をしています。で、まあ、配達員の仕事で稼げるんやったらね、介護の仕事辞めて、こっちを専業にしてっていうのも考えてるんですけど、まあ、この閑散期のなりの状況とか、まあ、そもそもの配達報酬が低いっていうところでですね、まあ私の、まあ、稼働してる状況で言ったら、もう6月から1000件以上配ってるんですけど、まあ、平均的な時給で言うと1200円ぐらい、まあ、そこから経費とか引いたら、まあ、ガソリン代引くだけでも1100円ぐらいの時給になると思うんやけど、まあそれで、まあ、一日何時間稼働できるんやっていうところ